そしてな、こうかな。ちょっと、別に予選を暮らしてるわけじゃないですけど、こうかな。まあいいや。あ、ちょっと、あれ結局ね、こういう話ね、聞きましてもね、実は悟れないんですよ。当たり前ね、知識だから単なる。単なる知識は悟りじゃないんですよ。自分でね、これをね、切り開かなか、見つけなあかんのですよ、この真理を。あ、じゃあ聞いちゃった。悟れなくなったじゃないの。一旦どっかで聞いてんねん、この話。で、忘れるっていうか、ほんまかいなって。調べ始めんねん。素粒子ってそういう気もあるし。だから思考回路ってそういう気もあるから、聞いちゃったらほんまかいなって。あるいは、ほんまやって分かったら、どっちにしろ、ほんまかなって調べたくなるやんか。あ、ほんまやほんまや。じゃあ、いらんわ。とかね。あー、ほんまや、うせえ、いらんわ。って言っても、いらんわって言う。で、場合もあるし。あ、ほんま、いらんわって、なかなか難しいやろ。知ってるし、第一。それマスターした後やし。だったらまあええかもしれんけど、そうじゃない場合、複雑やね、こんな話聞いてもね。で、結局、聞いたがゆえに始まるものでもあるわけね。聞いたらそれを実証したくなんねん。たとえうちが実証せんの？うちに実証せんの？自分が実証したくなんねんさ。で、あるとき、それ自分がそれ自分が言いたかったのに、それって。自分が言いたくなる。そのためには、これ暗記ですどうしようもないねん。で、実際こんなん聞いて、はぁ、よかった、素粒子に戻られへんけど、そういうギャグもあってん、昔。これで素粒子に戻れましたって、もう無理でなく外側から圧かけて、素粒子に戻ったくん。が、みんなに試されて破滅するっていう。そういう風な例え話的な、じゃあ、群話的な、そういうストーリー群もあんねんで。ちょっと怖いやろ。じゃあ、どこでそれさ、取ったらいいんですか、自分。それ自分で、書く、語っていうのね。書くは、あれひょっとして。ゴーは、あ、そういうことか。でもあるし。これで聞いちゃったことが核です。あ、聞いた通りや。で、ゴーや。パッね、立てる。で、どこで、それを、さあ、修行どこでするんですかって言われたときに、今、オールマート漁師とかでしかないねん、それ。で、それをマスターするためには、人間らしく、人らしく生きなあかんわけだ。それができてないと、もう時々、テンパって、で、テンパんだよ、上流階級に登ろうとするの、それできない。どうせ分からんなら上登ったり。それがバベルの塔でもあるし。でしょ？分かってたらそんな天皇並んでいいよ。分かってるけど上におってニコニコ笑ってるって言いたいんやったら、別にそれは、そうおっしゃってもいいけど、ほんまかなと思うでもたさ。どうせ。で、どうせなの俺が天皇に行って、天皇になったらなんで。ひょっとしたら、うすうす気づくから。あの悟ってるわけないとか。で、悟って上に訴えて、皇族って楽なんちゃうって。楽か、あの仕事。いや、楽じゃないから、なりたいなって。え、なりたいか、あんなもん。で、悟れんの何よ。上積みは大変ねって悟るの。上積みは辛いよ。な？やっぱりその、ドロドロの世界、あっちもドロドロの世界や。でも命の危険ないよな。いや、あるある。あ、ライバルに殺されんねん。餓死の経験は危険性。何やろ、餓死の危険性。命が一番怯えるの、じゃあ何やろ。プライドを失うこと。それとも餓死すること。子孫を残せず死んじゃうこと。いや、そんな人のまとめ人やから、いらんねん、いらんねん。いや、うちいるで。めっちゃ執着してるよ。自分の子孫を残すこと。つか、うちおんないから。うちっていう。男子が次の世代になることをめっちゃ強く望んでる。それはズリとか言うんやったら、君らのマットらしくもボブって消滅すんだよ。同じ性質のもんやから。な？で、結局、あれ急になんか、スーッと楽になっちゃった。だから、結局ね、その、うちの世界で、人間として人らしく生きて、人らしくあらねばと。意識しながら、いろんな局面でね、ずっと思ってたら宗教やから、そんなんいらんねん。な？いらんってことないけど、うち宗教嫌いなのはな、結局、
人を侵略する類型を、カムフラージュするから、宗教が。でしょ？人に、要するに、のしをつける大義名も与えるから。でしょ？そこは嫌いな宗教。だから、浦安女神連合も宗教仕立てじゃないねん、全然。な？宗教用語なんかほとんど使ってんよ。使うからしゃあないとこだけ使ってるだけやん。で、それについて説明してるよ。宗教的にじゃない説明をしてるよ。ある宗教用語使っても、その用語の説明してるわけだって。でしょ？で、それを当時はそういう用語使って、とりあえずそうしとっただけやんか。その用語が一人歩きしたらあかんな。別の身にどんどんなっていったら、わけわからんようになるやん。こんなはずじゃなかったで、海藻が嘆くな。で、海藻は正しいかやったら、わからん、でたらめ教祖もおるし。鼻から宗教おいしいと思って宗教始める人もおるし。でしょ？とりあえず、まあ、税金とかなかったりするから。ね。それは、産業として、魅力のある産業で、能力がなければどうしようもないだけで、あれば、宗教家類系の能力あれば、美味しい産業やんか、それやったらね。だから、うち宗教自体がちゃうね。で、またもう一個、その宗教自体で、宗教法人などにしたら、うちの重要な説明がかえって、そうやって、一人歩きして、違うにされるやんか。で、何よりもその信者弟子たちがディフォルメしていくよりも、歪曲していくよりも。それが困るから宗教仕立てにしてんの。それでも無防備やね。あんまり誰もうちのこと守らへん。宗教的な守り方あんまりしてくれへんかな。じゃあ、本当ですかそれは言ったら。うん。日本神道は宗教ちゃうけど、技術はのは宗教、技術はあるわな。もうあるわね。実際日本神道の人たちは、うちが延々言ってるような話の人たちやね。こういった話を管理してる人たちや。例えばじゃあ、日本神道の中で下っ端の方やけど、天皇家の悪い人っていう人物は、スバルの世界では司令官の一人やで。バイデンと同じように。バイデンはその、あれ、下の。バイデンの直属の隊長、悪い人天皇。バイデンはプレーデスをメッサーやらにしてるからね。プレーデスは魔人が違う。スバル。プレーデスバル。プレーデスエール。まあ、光の艦隊の。じゃあ、それまともですかって。それの先兵、要するに兵隊。プレーデスバルの兵隊は、あれやで、ね。動物やで、ね。つか、光の星なんてな。全部動物で、地球から追放されたから。劣化していく土地の皆さん、一旦、その光になっちゃった。素粒子。ご自身の星に帰れてるんですけど、帰れてない。うちのウェアハウス。じゃあ、プレデスバルはどっから来たのかって、上のうちから。上の階から降りてきた朝縄って言ってるの。夏の絞りのついた朝縄が降りてきた時、上から。ポーンと。ビーカーにポンってる。ビーカー近づく。ね。まずあんまり詳しくないけど。ね。ある意味、比喩的に言ってるだけです。ね。で、じゃあ、素粒子には記憶されるんでしょ。要するに、まあ、要するに原子。皆様の体内の、皆様由来の部分の、うちの、うち由来の部分にも刻まれんね。人生。いや、その人生で学んだそういう教訓はね。そうね。自分の人生で学んだ教訓だけが一番強く刻印されんね。原子。もちろん原子の中の陽子。いや、まあ、中性子とかにもちょっと。電子にもちょっと。刻印されんね。そういったものが原子でしょ。その原子が分子を作り、そして、DNA を作ってんねん。遺伝子を作ってんねん。いや、複雑な世界かな。どうやろう。まあ、うちみたいな、学歴って言ったら、どういうような、勉強していったら、まあ、これぐらいのことは分かりますねん、実は。仕事もね、化学工業のね、化けど言うちゃうね。ケミカルインダストリーのね、特許部門やったからね。パテントセクションだったからね。企業のね。で、学校も、意外と通わせてもらって、学校か、専門学校というか、大阪府立産業研究所っていうところに通わせてもらって、まあ、1年前後だから、動画を、あんま覚えてへんわ。結構夢中になっていってたから、面白かったよ。で、やっと東京の仕事できるようになって、もともとな、理科大好きの理系進みたい子やったけど、勝負だったけど、少年会なんだけど、
だけど、ある友達の国語の教科書にいたずら書きしたから、それ以降、国語100点取るまでは、国語以外勉強するなって父に言われて、だから、ね、で、そこから勉強やってんけど、まあ、会社行って、やっと理系の本で大体戻る。それ以降は、またしっかり理系の本で頑張ってるし、で、それまでもね、その理系的なやっぱり物差しで、文系の世界も見てたかな。で、実際法律っていうのはね、理系的な分析能力ないと、ちょっと法律、法学部は見てみようえんかな。って気がするね。それはソクラテスとか考えてみてください。ソクラテスっていう人物は非常に法学部、法律学科的な人。あの人めっちゃ放送関係者的な、放送、マスコミのことじゃなくて。な、判事とか弁護士とか検事とか、まあ、特に弁護士かなと思ったら、もう政治家じゃないの、あの人明らかに。な。だから、まあ、ヨーロッパの法学、法律学の祖って言っても過言ではない。すっごい巨人や。そこだってさ。ちょっと今日もいろいろ調べてください。